はい、ということでこちらがですね5階のエレベーターホールなんですが、ワンフロア2室ということでホールというホールではございません。ちょっとね、あの暗証番号で入れる形なんで今ですね、ちょっと開けっぱなしにしてもちょっと閉めると後でめんどくさいんで、はい、今日泊まらせていただくお部屋 5B というお部屋で、ルームカードなんてありません。はい、暗証番号入れて入るという形ですね。はい、エントランスの方がですねこういった踏み込みがすごくちっちゃいですが、踏み込みを上がるといきなり左側にですねじゃーん、キッチン。キッチンなのは嬉しいんですけど、ここで料理はちょっときついよね。すごいね、ここをキッチンと呼んでしまうところがまたすごいね。シンクはあるんですけど、で、下の方にこういった IH とかね、あとその、なんていうんですか、フライパンとかはあるんですけど、場所がないよね。ここでやるぐらいしかないですもんね。はい、一応ですね、ここに、ごめんなさい、なんか僕の顔映っちゃってる。トリテックの電子ケトル、それから下の方にですね、食器、一通り、箸なんかも置かれてますね。コーヒーカップとグラスも3つずつぐらいあります。あとね、皿も3つずつという感じですね。広めのお皿と、ちょっとね、深いスープとかサラダを乗せるような皿が3つずつ。そしてカトラリーとして、スプーンとフォークがあります。大きいのとちっちゃいのですね。これもそれぞれ、2つか。3つか、ありますね。で、フライパンと、あとお鍋。ちっちゃいお鍋あるっていう感じですね。でもね、IH 一つはちっちゃいね。ここに、室内履きのスリッパ、使い捨てのスリッパもあります。はい。床がね、ちょっとオフィスみたいなグレーのパネルになってまして、ここに、あれもありますね。給湯器。はい。で、上の方に、ここに、ドアホンがあるんですけども、一応ですね、部屋にいながら、なんかあの、宅配まあ、ルームサービスじゃないな。ウーバーとか頼めるみたいですね。はい。自動で開けれるみたいです。エントランスですね。はい。そして、この廊下の右側にはですね、この扉があって、これは水回りっておっしゃったので、後で見てみたいと思いますが、その隣にですね、このくぼんだ部分に電子レンジ、N シンプルの電子レンジと、それから、こちらに、2ドアタイプのですね、冷蔵庫あります。これが2ドアなのはちょっとありがたいですよね。はい、ちょっと開けてみますね。はい、こんな感じのシンプルな、ちょっとブランドどこかな。うわ、危ない危ない危ない。今落ちるとこでした。すいません。危ないね。マックスゼンですね。おー、マックスゼンの冷蔵庫でございました。はい、いう感じになっております。お部屋こんな感じでーす。じゃーん。でーん。ここね、メゾネット式になってるんですよ。これね、2階部分になります。はい。2階部分はリビングになってます。はい、いう感じですね。そして、ここに階段がありまして、こっから下に降りていって、ベッドルームになるという感じの、メゾネット構成になってます。はい、まずはこのリビングから紹介していきますね。ゴミ箱、なんか仕分けが3つ必要みたいです。ここにソファーがありまして、そうですね。一応3人ギリギリ座れるかなという感じですかね。はい、ここにテーブルがありまして、正面にテレビがあってですね、テレビはネットフリックスとか、そういったものが見れるというふうに言ってあるんで、スマートテレビだと思います。東芝のテレビですね。40インチかな。窓の方にですね、こういったむき出しのコンクリートになってまして、そこに窓はあるという感じですね。はい。これね、まあ窓はちょっと後で下で見てみようかな。角部屋なんで一応2箇所に窓があります。はい。で、ライトはですね、スポットライトですね。天井はね、僕の頭、で170ちょっとなんで180ぐらいかな、いう感じです。はい、ではちょっと下に降りてみますね。はい、下の方がですね、わお、ベッドルームになってますが、狭いな、ちょっと狭いっていうか高さがないな。ここで生活するのはちょっと無理ですね。ほんとここ寝るだけだね。はい、
ちょっとね間接照明っぽくなってて上の方は木になってますが、これはリビングの床になってるという感じですね。ここ収納スペースですけど、なんかこういったねあのガスのあるみたいなのがあったりするからあんまり利用できないかな。あと何よりねベッドがね幅が狭いね、これ90センチだね、ないぐらいかな。ちょっと後で実測してみますが、マットですが2つ敷かれております。そしてルームウェア、一番ものかな、クリーム色のルームウェアという形で、基本的にはこういった木とかっていうのと、それからコンクリートの打ちっぱなしみたいな感じで素材感が出てる感じですね。なんで床もですねフローリングになってます。ちなみにこのね階段もなんかね DIY で作ったんじゃないかぐらいな勢いの階段になっております。はい、そしてここに一応窓がありましてですね、ここバルコニーがあるんですけど、バルコニー出ないでくださいと言われました。あー、ここか、なるほどね、確かにねこれはちょっと危険かもしれませんね。ただ一応開けれると思います、ね、はい、という感じで、よいしょよいしょ、網戸もあります。はい、という感じでですね、外にはちょっと出ないでくださいということだったんで出ないんですが、真正面にギリギリスカイツリーが見えます。はい、この建物がなかったらねすごい綺麗なんでしょうけどね。はい、いう感じで、まあ眺望悪くない感じですかね。はい、という感じになっております。はい、でも出れませんということで、ここがよいしょよいしょ、うわー本当にねここで立つとね頭ぶつけますいう感じで、かなり狭いですね。なんで基本的には2階のリビングで生活して、2段ベッドみたいな感じで下で寝るみたいな感じですね。逆2階2段ベッドみたいな感じですかね。という感じで、はい、エントランスとかですねリビングの方を見るとこんな感じになってまして、単なる天井で言うと、なんでどうでしょうね、320とかそんなもんのサイズですかね、天井感は、という感じになっております。はい、では最後に水回りでございます。じゃーん、あ、これちょっとどこで電気つけば、あ、これか。はい、という形でですね、水回りあります。ここにですね洗濯機もあります。それから、洗面台、そして、トイレという感じですね。トイレはイナックスのトイレです。はい、ここに、簡単な歯ブラシと、それからヘアブラシだけは置かれてますね。あとはなぜか洗剤、それ以外のヒゲ剃りとか他のものはちょっとない感じですね。次はねこのなんか斬新だねこの洗面台で、下にですねイオニティのドライヤーが置かれております。はい、洗濯機はハイアールですね。そしてその先ここの折り戸を開けるとですねバスルームってなってますが、バスタブはありません。はい、シャワー室のみという形になってます。ちょっと天井狭いね。はい、いう感じで、KVK の、シャワーになってますね。はい、そして、トイレタリーはポーラのトイレタリーという感じになってます。はい、タオルは普通のタオルですね。ただね、ここね、一部天井が若干高くなってるという感じですかね。ここからこうね、キッチンの方見るとこんな感じです。以上です。今回泊まらせていただいたお部屋、トリプルルームです。ベッドタイプがですね、80センチメートル幅のシングルサイズのマットです。メーカーはですね、フランスベッド社製です。食事なしの間で広さがですね、表面上は22平方メートルです。法定の面積で言うと、まあ、天井高がね、低い部分を換算しないので、15.5 平方メートルとなると思います。税込み、料金はですね、1万円、都民割の適用ご自己負担が5000円でございました。選んだポイントはですね、まあ特徴的なプランであったというところと、もっと東京の適用があったということで、予約はですね、楽天トラベル系で予約をさせていただいております。サービスの方がね、全部なしということで、フルなしになってますので、まあホテルのようなサービスは期待しない方がいいと思います。今回の部屋のイメージはこんな感じです。上がですね、まあ、エントランスを入ったフロアのレベル。下の方がですね、そこから階段を降りた、レベルというふうな形になっています。玄関入りまして、左側にキッチン、右側にですね、水回りとして、トイレと、あと、シャワーがあります。バスルームはないんですね。ただ、洗濯機、なんかがあります。そこから入っていくとですね、右側に、リビングスペースがあります。ただね、ここのリビングスペースに行くのにちょっと階段を、移動しなきゃいけないのが、これがちょっとめんどくさかったですね。
そこにですね、ソファーとテーブルがあって、その正面の壁に40インチのテレビが作れてあるという感じですね。角部屋なんでですね、両側に窓はあります。で、1階の方というか下に降りた方がですね、ベッドが2つありまして、あと収納スペースと、窓という感じになっています。東向きの部屋、2フロア合算で22平方メートル、法定ベースでは 15.5 と先ほど申し上げました。天井高はですね、下から上までで全部通すと305センチメートルですが、リビングの部分の天井高でいうと180センチメートルぐらい。ということでですね、実際のベッドのスペースは120センチないという感じになってます。スズミの部屋データ、時価はですね、地価は、路線価ベースでいうと67万円で低めです。部屋の広さが、先ほど触れたので省略しますが、天井高やや高めではあるんですが、2フロアになってます。ベッドはかなり狭いですね、80センチメートル。ただですね、コンセント数が非常に多くて13個と充実してました。まだね、勧誘者から1年4ヶ月の築浅の物件になっています。客室のバリエーションです。基本的に5人部屋とですね、3人部屋という感じのなっていて、今回ユッキー泊まったのは3人部屋という感じになっています。まあベッドね、ソファで寝るんですかね、もう一人は。5人部屋というのがまた別にあるという感じになっております。こちらのホテルはこんな人向け、まあ基本的にはね、内容的なこととかロケーションを考えるとプライベート利用かなと思います。上の浅草近くでアパートメントタイプのホテルを探している人、あるいはね、多人数の宿泊っていうのを考えている人に向いてるかなという感じでございます。もっと知りたい人向けのコンテンツです。ドッツ東京はですね、2021年6月に、上野浅草エリアに新規に開業した、サービスアパートメントタイプの、ファミリーグループ向けのホテルになっています。コンセプトはね、東京の下町に暮らすように泊まって東京を遊び尽くそうという感じになっているようでございまして、まあ、フロアをですね、重層構造にしたりテラスがあったりということで、まあ、ちょっと遊び心が含まれた感じになってますね。ただテラスはですね、ちょっと安全上の観点から現在は使えないようになっています。どちらかというと、そうですね、秘密基地みたいな感じですかね。はい。運営はですね、ホームディフェンステックというですね、会社が運営を行っています。こちらのホテルの最寄り駅、銀座線の稲荷町駅になってまして、そこからはですね、徒歩8分ぐらいになっています。日比谷線の入谷駅からもですね、同じぐらいの距離になってます。ただ上野駅から歩くとやっぱり 12、3 分はかかるかなという感じですね。まあ、コンクリートの、ね、打ちっぱなしのモダンな雰囲気の外観で、1階はフロント兼カフェとなっています。エレベーターホールのようなスペースないんですが、エレベーターでですね、各フロアの客室に入れるようになっています。ワンフロア普通客室ぐらいの感じですね。1階のカフェはですね、食べ物とかそういったものはないんですけれども、飲み物が飲めるような感じになっています。ただこちらのカフェは宿泊者だけではなくてですね、一般の方も利用できるということで、まあ普通のカフェという位置づけになっている感じでございました。お部屋の方はですね、写真で見ていたより第一印象、ちょっと狭くなというふうな印象ではございましたが、まあ、エントランスと同じレベルで水回りとリビングスペース、そのフロアから一段下がる感じで、下にベッドスペースという構成になってます。まあ、リビングスペースにはですね、広めのソファーがあるんで比較的快適なんですが、まあ、ベッドスペースの方はですね、高さが120センチがないぐらいなんでですね、しゃがまないとちょっと移動できないということで、まあ、本当寝るだけという用途になるかなというふうに思います。キッチン、電子レンジ、洗濯乾燥機などがですね、ついてるっていうのは、通常のホテルに比べて、いいところですが、キッチンはですね、本当に狭くてですね、まあ、料理をしようと思ってきた人たちは結構ショック受けちゃうんじゃないかというレベルではございました。こちらの部屋、角部屋なんでですね、窓は2方向にありますが、高さがないんでですね、眺望が良いという感じではありません。またテラスはあるんですけれども、外に出ることはセキュリティ上禁止されているという感じですね。まあ、こちらのホテルはね、民泊に近いスタイルですので、ホテルのような設備とかサービスはありません。まあ、なんで、大事なのはですね、食事どうするかっていうのをあらかじめ決めていくことをお勧めしたいと思います。行き材です。事前チェックインだったりとか、夜中はスタッフが不在になったとか、まあ、ある意味、民泊に近い形態ですね。重層感があって、秘密基地のようなワクワク感がある一方で、まあ、実用面で考えるとですね、キッチンが異様に狭かったり、階段も上り送りしにくかったりというところが難点はあったかなというところですね。ユキのレビューです。お部屋、は、まあ、ちょっとね、変わってたんで、4とさせていただきました。設備品はですね、一通り揃っていたので4。水回りはですね、ちょっとシャワーしかなくて、ちょっと狭めでもあったので2とさせていただいております。サービスの方は特にはないので2。環境眺望
はですね、まあちょっとやっぱ駅から歩く、そして眺望もそこまでいいわけではないということで2とさせていただきました。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいております。ということで、総合満足度、今回は A とさせていただきました。まあ想像していたよりはね、狭い印象でした。まあリビングはね、ソファーも広めでテレビもスマートアイなんで快適なんですが、ベッドの方が幅が狭くてキッチンスペースも極小で、まあちょっと評価分かれるんじゃないかなということはあります。ただまあ、こういったね、ちょっと変わった、ホテルを作ろうというね、そのチャレンジ精神というのはちょっと評価したいなというふうに思いました。お得度でございます。今回割高とさせていただきました。まあ、2層になってる部分をね、金額換算でどう評価するっていうのはあるとは思うんですが、実用面とか考慮すると、周辺そばからすると割高感残ります。ということで、周辺ホテルの状況、まあ、この辺ね、ホテル臨立エリアなんで、4000台泊まるホテルもたくさんある中で、特にね、食事とか設備とかそこまで、ない中で、1万円というのは、まあ、ちょっと割高かなというふうに思いますね。はい、他のホテル、興味のある方は動画の説明欄に各ホテルのリンク記載して参考にしていただけたらと思います。最後にランチ食べたところ、前にね、この近くのホテル、泊まった時にとても気になっていたビビビ食堂、ついに行ってまいりました。はい、まあ、居酒屋なんですけど、まあ、ただ結構ね、夕方も営業されてるというところで、ランチまでやってたんでですね、いただいてまいりました。はい、おすすめでね、このね、なんていうの、なんかツイン、なんとかなんとかなんとか、ちょっとすいません。卵、カツの中に卵が入ってる料理ですね。これをいただきました。マスターもとても親切でですね、美味しくいただくことができました。おすすめです。はい、ということで、ドッツ東京を紹介させていただきました。それではまた。